おはようございます、こんにちは、こんばんは。文化人放送局スタッフ T です。いつも文化人放送局をご覧いただきありがとうございます。本日も文化人スタッフ厳選注目22時15分のニュースをお届けします。本日は8月14日、四国渓谷日本関連の最新情報とトラさん絶賛応援ニュースなどをご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。これはやばいと思った方は高評価を、こんな情報もあるよって方はコメント欄で教えていただけると幸いです。本日もルールが厳しくなっている都合上、隠語を使わせていただきます。何卒ご了承ください。それでは早速本編に参りましょう。今日も数が多いのでデータと紹介していきたいと思います。まずはこちら。近平思想は四国高校の必須強化に編入というふうに言われていますね。四国教育部によって編纂された近平新時代四国特色社会主義思想学生読本を長いですね、名前は2021年秋の学期に必須科目の教材として使われるというふうに言われていますね。ますます四国の教育が赤く染まっていく感じなんですかね。でこちら、メイさんの続いてです。四国全土のモデルとなる上海の学校では英語をやめて近平思想導入が行われます。上海の小中高校では9月から低学年で新時代の四国の特色ある社会主義に関する近平思想という新しい教科書が必読書に。小学校では学期、期末テストから英語は除外し生徒の負担を減らしますというふうに言われていますね。先ほど言ったことと、こちらで高校のと書かれているんですが、こちらでは、小中高というふうに言われていますね。いやー、なんかまたそういう思想が強くなる感じがしますね。で、こちら、河南省水害が深刻、鄭州市遭難車両40万台というように言われていますね。40万台もの車両が遭難したというか、まあ、水害で被害あったということですよね。はい、死傷者のほか、農業生産も深刻な被害を受けたと。いうように言われていますね。これ数字をごまかしてないかみたいな話もありますけどね。40万台の車って本当すごい数ですよね。で、こちら。車の墓場に23万8千台、水害の威力物語るというふうに言われているんですが、鄭州市ですね。はい、こちらでは23万8千台というふうに言われていますね。こっちでは40万台と言われていますがね。まあ、とにかくすごい数字ですよね。で、こちら。逃げ切れると思うな。日本留学中の暴露サイト創設者、玄関先で男2人組の脅しに遭うというふうに言われています。CCB 高級官僚の汚職や社会問題などの暴露サイトの創設者で、現在は日本に留学中のシャオ・イェーン類さんが、日本の居住近くで身元不明の男らから脅しに遭っていたことが大気圏の取材で分かったというふうに言われていますね。でこれについて坂東さんがこのようにおっしゃっています。以前からお伝えしている通り、日本国内で四国の国家安全部、国安が在日四国人の民主活動家や法輪功を脅して回っています。国防動員法はこのリアルな脅しで、日本でも実効性を持ち、留学生は世論工作のみならず破壊行動活動にも動員される可能性があります。可能性が高まります。四国人同士の不穏な口論を見かけたら110番で構いません。特に、身分証のようなものを示して口論している場合は、直ちに撮影、通報、サンプルの生け捕りにご協力を。割とごついやつが多いそうで、特に路上活動中の法輪功などに絡んでくるようですというふうに言われていますね。はい、日本の中にも、このような人がいるということで、ちょっと要注意ですよね。で、こちら。ここから警告関連ですね。ムンジェインのやばい嘘。実はムンジェインは家族ぐるみで親日だった疑惑が今、渓谷で話題沸騰中というわけですごい話が出てますね。渓谷でいう親日派とは、現在日本との友好関係を進めようとしている人ではなく、日本統治下の朝鮮で日本当局に協力していた人々を指している。というわけで、ちょっと見ていきましょうか。こちらですね。そうした中で、ムンジェイン自身に親日の疑義、嫌疑がかけられている。渓谷のインターネットメディアで、ジェヒョン前監査委員長の祖父である方がですね、1937年に朝鮮総督府の地方諮問団体であるこちらの会の議員に出馬して落選した後、1939年に旧満州国のこちらでですね、団長を務めていたことを根拠に親日議論を提起した。これに対し、チェ前委員長は特定の職に就いていたからといって親日と定義することはできない。そのような論議ならば農業係長をしていたムンジェイン大統領の父親も親日派論議から抜け出すことはできないと応じたというふうに言われていますね。これは祖父のチェ・ビョンギュ
氏の独立運動が捏造であり、むしろ親日活動をしていたとする報道に対する反論の過程で出てきた発言である。このチェ前委員長の発言に対して政官では即座に反論に乗り出したというふうに言われていますね。はい、このようにムンジェイン氏のお父さんが、親日派、親日派の定義はちょっと我々と、ね、イメージとちょっと違いましたが、ね、このようにですね、日本統治下の朝鮮で日本当局に協力していた人々だった可能性があるということで、なんか話題になっているようですね。これちょっと引き続き様子を見ていきたいと思っております。で、こちら。小崎奈々さんのツイートです。かつての人気 K-POP グループビッグバンのメンバーのスンリさんが売春斡旋、海外遠征賭博など9つの罪で起訴され、懲役3年と追徴金約1億9000万円の判決。売春斡旋相手は日本人ビジネスマンとのことだけど、今の時代でもこういうことをやる国が慰安婦は強制連行されたとわめく矛盾というふうに言われていますね。はい、こういうことをされてる、まあまあ日本にもねいるでしょうけど、このようにね、今日慰安婦がーって言うてる人たちもこのようなことをしてるということですよね。で、こちら。欧州連合 EU、K 国ラーメンを禁止措置、有害物質を検出。ネットの反応、こんなんで福島がーとか騒いでたんだから、わら。EU はネトウヨ、わらというふうに言われています。EU はネトウヨってちょっと笑ってしまいましたね。はい、まあ、ね、まあ前からあの文化人、吉田浩一さんよくおっしゃってたりとか、ね、マドさんとかもよくおっしゃってますけど、ね、なんか、K 国のものもなかなか、すごいよ、みたいな感じの話は結構やばい講座の中で聞いたりとかね、してました。やばい講座とか、まあ、打ち合わせ中とかに聞いてたんですかね。なんかそういう、表ではなかなか出てこないような話も結構あるんで、ね。なんか、ね、ちょっと面白かったです。で、こちら。加藤さんのツイートです。K 国根樹市議会が先頃、対馬の K 国返還を促す書簡を対馬市議会に送った。市議会に促すというのも不思議だが、そもそも対馬が朝鮮の支配下に置かれたことなどない。しかし注意しなければならないのは、警告が完全にレッドチーム入りしたら対馬に武力侵攻してくる可能性があるということだというふうに言われていますね。これちょっとびっくりしたんですが、対馬に返還を促す書簡が出されたんですよね。こちらを見ておきましょう。吉田浩一さんのツイートです。歴史上一度も朝鮮の領土となったことのない対馬を公願に返還要求する警告官民。日本政府は彼らを侵略企図実行者としてリスト化し、入国禁止措置を講ずる法整備をし、実施せよ。というふうに言われていますね。警告対馬の返還を要求というようにですね。本当に、すごいですね。本当にちょっと、よく理解できないですね。で、こちら。昨日、岸信夫防衛省が靖国参拝し、不戦の誓いをし、国民の命、平和を暮らしを守り抜く決意を新たにした。中間の反発が予想されることには、それぞれの国で戦争の英霊に尊崇の念が示されるのは当たり前のことだと。K国外交部は公使を呼び出し、厳重抗議。明日誰が参拝しないか注目というふうに言われていますね。で、これ関連で、ね、たくさんあるので、ざっと見ておきましょう。こちらですね、タッピさんのツイートです。立憲民主党、これ2019年の映像みたいなんですが、立憲民主党の今井議員ですね。閣僚なら靖国参拝するな。警告は遺憾の意を表明している。日韓関係改善の障害、警告に配慮をしながら行政に携われ、警告のために官僚は靖国参拝するなと国会で主張するのが立憲民主党ですというふうに言われていますね。いやー、これちょっと信じられなかったですね。初めて見たとき。いやー、すごいですね。どこの国の政治家やねみたいな感じで、言われててもおかしくないような発言ですよね。で、こちら。靖国参拝に C 国国防省が激怒。強烈な不満と断固とした反対。侵略の歴史を真剣に反省することを求める。みたいな感じでおっしゃっているようですね。で、こちらも見ておきましょう。警告政府、日本と信頼崩れた。日本の現役大臣が靖国神社を参拝したことに対し、警告外交部は在韓日本大使館のこちらの公使を召喚し、日韓の信頼関係を損なう行為と抗議。侵略戦争への反省を行動で示せと求めた。信頼関係なんて警告がレーダー照射した時点でなくなりました。という。本当そうですよね。レーダー照射のことありましたしね。なんか、信頼関係崩れたそうですね。で、こちら。終戦の日、靖国参拝見送り、菅首相というふうに言われていますね。菅首相が15日の終戦の日に合わせた靖国神社への参拝を見送ることが分かったというふうに言われていますね。はい、でもこれもう少し当日になるまで、まあ明日ですけども、ちょっとどうなるか様子を見ておきたいと思っております。で、こちら。こちらですね。テレ朝五輪打ち上げ転落騒動の
カラオケパセラ渋谷店、翌朝の5時までアルコール提供営業を認める。店舗責任者、誹謗中傷のメールや電話は控えて、ネットの反応、結局その場しのぎの嘘だったのか、テレ朝が逃げまくってるから、批判は パセラに向かうよな、というふうに言われてますね。カラオケパセラさんがこのように、アルコール提供してたということが分かりましたね。発覚してきましたね。しかし、こちらもちゃんと見ておきたいと思います。テレ朝、朝まで生飲み会で、局内に不穏ムード充満。お前らのせいで取材拒否された。テレ朝の朝まで生飲み会問題の余波が広がっている。13日のデイリー新潮ではその背景について、五輪中継で週間視聴率三冠王を獲得した社内のお祭り騒ぎを指摘している。しかし一連の騒動を受け、ムードは一変した。世代活動に支障が出る事態に発展し、東京五輪の熱狂はどこへやら、局内には不穏な空気が充満してきたというふうに言われていますね。はい、これは当局の名物番組、朝まで生テレビに引っ掛けて朝まで生飲み会と揶揄されているということから、田原総一郎氏も呆れるしかない。デイリー新潮では13日、五輪後の飲み会は打ち上げではなく祝賀会だったと報道。五輪中継のおかげで2週連続で週間視聴率三冠王に輝き、7月は月間視聴率三冠まで獲得したことで、2013年6月以来の快挙に沸く局内のはしゃぎっぷりを伝えた。五輪中継を担当したスタッフは、期間中から幹部によく頑張ったとねぎらわれていたが、今回の騒動で一変。騒動を起こしたスタッフは白い目で見られている。それより頭を抱えているのは、まだパラリンピックがあるということ。会のスタッフがおらず、スポーツ局内はどうしたらいいのかと話し合いが続いているというように言われていますね。はい、いや、これ本当に。ね、朝まで生飲み会ってうまいことをおっしゃったなと思いましたけども、まあ、このようにですね、視聴率で三冠を獲得したことが、ああいうムードになっていたということもあるということが分かってきましたね。で、こちら。文春法、テレ朝朝まで生宴会に、ホーステスタッフもいた。テレ朝関係者、今回の件は上層部が目を光らせており、極力深掘りするなとお達しが来ていたというふうに言われていますね。こういう極力深掘りするなと私が来ていたというわけで、ね、あんだけ言ってたテレビ局さんがこのように、深掘りするなみたいな感じで言われてるみたいですね。で、こちら。張本氏、謝罪文に関口博氏限界説の隠しメッセージ、三森終了の序章かというふうに言われていますね。はい、これは張本氏がですね、女性でも殴り合い好きな人がいるんだね、嫁入り前のお嬢ちゃんが顔を殴り合ってね、こんな競技好きな人がいるんだとコメントしたことに対して、謝罪したことに関してなんですが、TBS が日本ボクシング連盟に謝罪文を提出した。だがその中の一文が TBS 内で波紋を呼んでいる。なぜなら番組 MC の関口博氏の責任を追及するかのような表現があったから。この状況に番組終了は時間の問題との見方が強まっているというように言われていますね。TBS の、元 TBS の山口則之さんがですね、今日、ウィークエンドライブの中でこの話を深くお話ししてくださってますね。この関連というか、この背景みたいなこと。ぜひ、ご興味ある方はご覧いただけたらと思います。で、こちらですね。朝日新聞、五輪は中止しろ。でも我々が主催している甲子園はやってもいいぞ。朝日の問われる整合性。ネットの反応。朝日から二枚舌だと半日を取ったら何も残らないだろう。朝日新聞なんて読んでる人は整合性なんて求めていないというふうに言われていまして、ちょっと面白かったので紹介させてもらいました。ね、中止しろ。でも我々が主催している甲子園はやってもいいぞ。つって。ね、整合性ですよね。大変面白いなと思いました。問われる甲子園開催との整合性というわけで、ね、どういうふうな論調を見せるんですかね。で、こちら、菅首相ちょっと大丈夫か。共産小池氏 YouTube 番組でというふうなことが出てきております。共産党の小池晃書記局長は10日夜の YouTube 番組で、菅首相について説明できない、自分の言葉で全く語れない、しかも原稿を読めない、ちょっと大丈夫かと述べたというふうに言われていますね。はい。ね、菅首相にこんなこと言ってはって、ご自身たちは大丈夫なんでしょうか。で、こちら。時事通信、政局支持率。公明党が立憲民主党を逆転。立憲民主党支持率 3.9%。ネットの反応。これは捏造だわ。立憲高すぎる。立憲高すぎるって言われてもらっちゃってますね。で、こちら。朝日新聞、立憲民主党、江戸の幸男代表、森掛桜、五輪の経費、すべて公開を公約の柱にする。これは激震が走る。ネットの反応、これで国民の生活は良くなるな。わら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 。政策が最初に出てこないことに激震が走るわ。というですね。すごいですね。森掛桜、五輪の経費、すべて公開を公約の柱にする。そうですね。いやー、何を第一にされているのかっていうのが分かりやすくていいですね。で、こちら。
ここから米国関連ですかね。アフガニスタンの首都のカブールから30マイルにタリバンが配置。ペンタゴンは7500人投入。夢さんは2週間の休暇というふうにですね。こういう時に夢さんは2週間の休暇を取られているようですね。で、こちら。こちら日本語訳したものを読ませていただきたいと思います。米国の諜報活動によると、タリバンは次の72時間でカブール、アフガニスタンですね、カブールを占領する可能性があると報じられております。本当、一気にこの情勢が変わりましたね、アフガニスタンのね。で、こちらを見ておきましょう。こちらですね。こちらも日本語訳したものを読ませていただきます。速報、米国は911記念日が過激派の攻撃を引き起こす可能性があると警告しているというように言われていますね。これちょっとどうなるかわかりませんが、911もちょっと要注意というところですよね。で、こちら。トラさんニュースさんのツイートですね。7月の不法入国の拘束者数がついに21万人を超えた。21年ぶりの最高値を更新。国土安全保障省長官が過去にない国境の危機と話していた音声がリークされる。梅さん政権は不法入国者の拘束者数の統計値を外国人との出会い件数と表現に変えていると。やばいっすね。どういう表現なんですか、これは。信じられないです。で、こちら。民主党議員チェックメイト、テキサス州アボット知事の予告通り、民主党議員逮捕の可能性、テキサス州最高裁が選挙法改正を定数不足で廃案に追い込もうとテキサスから逃げ出していた民主党員の逮捕を認めるというんですね。これどうなるか、様子を見ているところですね。で、こちら。テキサス州私有企業による風力発電計画を無効にインフラ保護法通過でというふうに言われています。こちら CCP 政権や軍とつながりを持つ私国企業が米テキサス州西部にある米空軍最大のパイロット、訓練基地近くで風力発電所を建設しようとする計画をは失敗に終わった。ニューヨークポスト12日の報道によると、同州で6月に成立した法案は同建設計画を無効にしたというふうに言われていますね。こうやって草の根的にしっかりとした動きが始まっていますね、米国の中ではね。で、こちらポンペオ前国務長官、金平さんは恐ろしい人権侵害者だ。我々はこのやばいオリンピックを称えるべきではない。最も自由な国であるアメリカの指導者が C 国で起きている悪事に何も言わないなら、それは共犯だというふうにおっしゃってますね。何もしないなら、それは共犯だというふうにポンペオさんはおっしゃってますね。本当にズバッと正しいことを言ってくださってますね。で、こちら。こちらですね。独占を破るマイク・リンデルは、スーフォールズホテルのロビーで3人の男性による攻撃の詳細を明らかにしますというように言われています。昨日の朝、マイク・リンデルは3日間のサイバーシンポジウムの最終日の始まりに目に見えて動揺しているように見えました。そこではマイピローの CEO とアメリカの愛国者が2020年11月のボス選びで怪しいことが起きた証拠を共有することを約束しました。それでホテルに着いたとき、私は攻撃されましたと感情的なマイク・リンデルはシンポジウムで聴衆に話しました。次にマイクはマイクをホル・ウォルドロン大佐に引き渡しました。ホル・ウォルドロン大佐はシンポジウム中にレッドチームが施設内の混乱や撹乱機を検出した方法を聴衆に説明しましたというふうにですね、いろんな妨害を受けているみたいですね。で、これについてこちらを見ておきましょう。こちら。サイバーシンポジウムは盛況で閉幕するも妨害行為が多発。証言する予定だった人物らの事務所や自宅を州政府が強制捜索。シンポジウム自体へもサイバー攻撃、会場への不審者の侵入が相次ぐというように言われていますね。はい、妨害工作による連続して混乱が発生したというふうに言われていますね。何も怪しいことがないならこんなことする必要一切ないはずなのに、あちら側界隈はこのようにですね、こういう、ね、あからさまな妨害っていうのをしてくるっていうのが特徴ですよね。いや、本当もうめちゃくちゃなってますよね。で、こちら。こちら、トラさんの報道官の方、リズ・ハリントンさんのツイートですね。ICYMI。トラさんが再び道に出て8月21日にアラバマラリーを設定するというふうに言われています。8月21日のアラバマラリー、トラさんが登場すると思うので、これもどんな発言が出てくるかですね、チェックしていきたいと思いますので、引き続きご視聴のほどよろしくお願いいたします。というわけで、ここから先はメンバーシップとプレミアメンバーシップ両方の皆様に向けてのコンテンツとなります。ここから先は一般公開ではやりにくいような話とかを主に扱っていきたいと思っております。ここから先のご視聴は概要欄からご視聴ください。またメインチャンネルとサブチャンネルでは登録別々になりますのでご了承ください。ご視聴様はここまでです。ありがとうございました。というわけで他にもたくさん紹介したいんですが本日は以上です。本日もありがとうございました。チャンネル登録、いいねクリック、コメント等よろしくお願いいたします。それではまた。
通信スタッフ T のつぶやきというわけで今日もつぶやいてみたいと思うんですが、今日はですねウィークエンドライブの収録がありまして、裏方としていろいろ頑張りました。はい、いろいろ最近そのいろいろ対応があるんですよね。動画非公開にしてちょっと危なそうなところをカットしたりとかしていろいろ処理するところがあったりするんですけども、まあそういうこともいろいろさせてもらったりとかして、裏方として務めさせていただきました。はい、今日もですね、本当に加藤さん、長尾さん、坂東さん、吉田浩一郎さん、山口さんのですね、お話がすごい良かったですね。めちゃくちゃ勉強になりました。ぜひ、今日、一般公開されている分はメンバーシップ、メインチャンネルではメンバーシップで全て、投資で残っておりますし、一般ライブの方も25分と30分、一般ライブの方が残っております。で、明日以降、明日、明後日でもですね、一般公開されますので、ぜひそちらもご覧いただけたらと思います。すごい面白くて、勉強になる、ためになるお話を聞かせていただきましたので、お楽しみにしていただけたら幸いでございます。というわけで、本日もありがとうございました。それではまた。通信の通信、最後はやっぱり面白い動画で終わりたいと思います。本日は、こちら。どうした？わらわらわら。ちょっと見てみましょう。はい、というわけでいかがでしょうか。こんな早い猫パンチ初めて見ました、ね。かわいすぎますね。ちょっと私もバナナを見つけたら1秒間に10回ぐらいのスピードで猫パンチしたいと思います。というわけで本日もありがとうございました。それではまた。